こんにちは。さて、6つのワールド、それぞれモヤモヤを解放して無限ループを解消してきましたが、すると門が出た。門に入るよ。なんか虹じゃなくて6色なんだよね。虹だとしたら何色が足りない？青が足りない？青が足りない。うん、まだモヤがかかってるね。ここから先がどうなってくるのかは分からん。清和と泉、3。そして木があり、泉があり、広いよ。まず生えるところあるじゃん。生やそう。そこね。そこに1本。あれ、水が来てない。流れが。ないんだが実をつけないんだが、単純に一つ、あ、いや、ロストではないんだよな。ロストではないんだよね。こうなりましたが、こうすっと、こうに道はできないか。あそこに持ってかないといけないんだね。どうやって？木の上に？いやでもな、木の上に、あ、木の上に置くの？こういうこと？置けるケロ、置けるケロ、もう一個持ってくる？いや、いるかどうか確かめてからでいいや。これで置けて、ここに来てこんな原始のやり取りをすると思わなかった。で、開きます。このフロアもなんかちょっと広いのかな。上の階もあるしね。上の階にももう一個黄色持ってくんじゃないかな。ここの木生やさんでもそこの木から取れんかったか。あ、乗れないんだ。なるほど。足場なんだね、この木は。で、川の意味もないから、二つ持ってけるよね。川をいずれ使う日が来るかもですけど、今はいいや。こうして、うえほほほへほ、叫び声はしちゃいけない。届かない。お、1個だけ届いた。1個か。OK です。OK。
ってこれるもの全部。こちらは、ああここで上の世界。肌寒なりましたね。なるほど、違う空間に来てクソデカ歯車くんがいるね。無限に泉が落ちていて、これはどこに通じてるんだろう。これは行き止まるんだろう。この歯車の動力どこって、そこだ。あれだ。で、木が2個。3個。泉はここから流れ出しています。で、ここのまま落ちると上の階で1回当たった後、そこで無限に回る。ゴールがこの板の上。この板の上ということは、この板に対して落下できる場所が欲しいよね。ここでこう流れて、この板の上だよね。わずかに届かず。届かんのか、そこ。あれ届かんけど無限ループになってない。どっかで水が詰まってんのか。これがねちょっと左やったらいいんやけどな。でもこれだともう使い切って終わるんだよね。ここを右に、あそこから降りてきてここを右に渡さんといかんから、1個ここに欲しいんだと思う。この足場からは落とせなくて、全く違う。ここのこの段は上が壁なので、ここの段で上を通すのはないんだよね。ここからなんか引っかかるとこあるかな。上で1、2、でもそれで2、2使ってたらいかんよね。泉がこうなんだから、ここでワンカーブ欲しいからといって、こっちだと、こっちだとどっかにでも着地はしてるね。着水虚無の場所だ。ここに落ちるのか。ここに落ちて水を180度回転はできないと思う。これは受け流しをする水だから、真裏に流すはできないんだよな。できないよね。ここでっていうのもできないよね。はあ、こっちに落とすはどうなのだ。なしな気がするな。壁だもんね。
ちだとこれで終わり、こうではない。こうだと壁に当たって終わ、これはどこで終わってる？こう来て、こう素通りして、ここで、ここで壁に落ちてんの？こんなところで壁に落ちてんの？はえー、はえー、うーん、これやと落ちてきて終わりか。どっから落ちてきた？ん？ここで流したものはなんで あんなとこに出るの？こんな足場あったっけ？ここでそこに来て、こう来て、こう流れてくるの？へえ、なんだこの道。いや、でも、できちゃったな。こっからまっすぐでもう行けるんだ。やってできちゃうのはパワーだから、パワーソリューションやっちゃったな。これで歯車が動き出し、はあ、ははあ、ここ今青色の世界じゃないですか。でさっき黄色の世界だったじゃないですか。だからなんか6個の小パズルをそれぞれの面で解いていくんじゃないかなって予想してます。だからこれを6個解いたらなんかオーラス、ホーボス、全方向を使うパズルみたいなのが出てくる。ここ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 綺麗。これはループの周期が短いのか。短いね。横には狭く奥は広い。なんだ面白いな、こういうねじり方もあるのか。さてこのステージ、あーでもこのステージはなんかもうちょっといろんな方向をミックスしてるステージだね。黄色にしてそこに置けばいい。黄色にするのはあそこ、黄色はこっちの面だよね。で、これは階段があって、あ、階段になるのか。階段になると、そこが乗れて、先に行け、あそこの道が開くんだ。はえー。まあ、黄色にするべえない。んでよ。ほんでよ、この黄色さ、スイッチ台は上なんだな。上はまあ降りれるから、あれ上は降りれるよ。どこここ全然降りようなかった、ハマっちゃったな。これは出れんべえな。オーマイガー、手は無理っぽいね。なぜ？ここはどこなの？ここのループしてないの怖い。逆に怖いわ。ループしてない方が。もう一回、取り直し。黄色。これを、これをそこで黄色にしたら落ちちゃうので、黄色にしたものを上に運ぶには、あ、でもさっき落ちたところを越えれば別に普通に降りられるっぽくない？普通に降りられるっぽいよね。たまたま今あの門に引っかかっちゃったけど、足場をよく見ながら落ちれば
なんてことないのでは。この辺から、あ、ほら、あ、ほらほらほら、全然難しくないよ、全然難しくないね。で、あれが実体化されたことで扉が、あの、あ、あれか、あそこに赤だ、あそこの赤は普通に赤色になって肌ザブーございますね。乗って乗ったら黄色は逆に今度いらなくなるっちゃな、いらなくなるの。あれでも普通にいけるな。なんか普通のパズルだったらここでもう一回あそこで置いた黄色を外してもう一回赤に変換して乗っけるみたいなことをやりそうだけど、そうでもない。すごく素直なんだよねこのゲームのパズルって。なんかブロックが余ってたり、そのガチガチのパズルだと使い切らないと正解にたどり着かないみたいなルートを作ったりするんだけど、余裕で余るし、なんかパワーで解けたりするし、2色のフルーツとかもっとたくさん多用してもいいんだけど、あと空間が無限に落ちてるから、なんかここで例えばフルーツをポッて落下させて、落下してる空間になんか違うところからアクセスしてそこから取り出すみたいなポータル的な挙動も出てきた。パズルの歯応えを求めるというよりは、もう本当にこの空間そのものを歩き回ることが楽しいよねっていうようなゲームなんだね。パズル要素はちょっとおまけ感があります。誰でもクリアできる難易度っていう言い方の方がいいんだね。誰でも楽しめるような、パズルの難易度。さてここはあれをガチャガチャやらねばならぬ。あれをガチャガチャやってどこに何を作るべきかだよな。この空間はどういうねじり方をしているの多分この階段無限に行くんだけど、さっきのテトリスの部屋どこ行った？テトリス見失っちゃったよ。テトリス、あ、木がある、木は大事。木が何本間隔で生えてる？ 1、2、3、4、4本置きだ。柱4本分でループなんだこれ。結構じゃあ広いな、広めだよ。よいしょ、赤ゲットで、赤を置く場所をテトリスで作るんだけど、最初にパワーを入れるための場所があるはず。電源がどっかに、赤色の電源がどっかにあるので、探そう。あれはゴールでしょ。んでテトリスの入り口あった。ここがテトリスの入り口だ。でここのパワーを、このブロックは1つ、ワンブロックですか。このブロックであそこに持ってく、だからこっちに落としたいかな。ってことは下向きに重力なのでこっちにドンで、結果 OK ですよ。オーマイガー、こっちに向けていいのかな。下手に方向を変えると、せっかく作ったのがアクティブが途切れちゃうんだよな。どこだ、どこですか。床赤にすると地面に行けるから、こ
この向きが最終でいいはずなのよ。テトリスを全く見かけない。あった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 。ちょうどいい。なんか複雑なところに来たね。勢ぞろい。これを開けると水が流れ出すんだ。これはずっと多分開けっぱなしかな。で、水が流れるとあの青い木が育ち、青赤の実になるのか、おそらく。そのためには青い実が一つ必要。それがここだ。ここはこれは今じゃないのか。これは今じゃないね。入れないもんね。どっちも今じゃねえな。青い実、どこだこれ。下落ちちゃった。トントントン。一つ設置、一つ方向。オーマイガッ。取り直しだ。収穫し直し。ダブルになるので、青赤が2個、青が2個かな。で、僕がやりたいのは何なのかというと、そうだね、青赤になることでこの泉が落ちたわけだ。で、最終やりたいのはあそこのダブル開けることなんだけど、あそこに入れないんだが、こっちか。どっから入るんだ。ある、普通にあるわ。身をすべて落としてきてあそこで勝負。泉はいるか。泉の有無が判別がつかない今は。しかし、どれだっけ、どこだ、これだ。ここの身は2つ取っときたい。ダブルの身をまず持っていくでしょ。あれ、入るのは青なんだ。ほん、青で入るってことは青色のブロックだったら全部落とせるわね。これを全部落として、
これで逆さ向いたら終わるんじゃない？え、そんな簡単なことある？上に置いてたのが落ちてきた。いや、はまってるよね。え？使うでしょ。え？いや、まだ持ってける、まだ持ってける。反転すれば持ってける。あのステージで落ちてこない。あれ、引っかかった。あー、そこで引っ、そこで引っかかってるか。まあいっか。あのステージ絶対2ついらなかったよね。ここと、ここが開いて、来るところ同じ、リンクは同じっぽい。なぜ2箇所。うん、なるほど。水だ。水アンドテトリス。あー、おーし。OK、じゃあ今回はここまでにしましょうか。なんか、あれ？っていう感じのステージでしたが、お疲れ様でした。